ケイディ・ロルフゼンはアメリカ合衆国のバレーボール選手である。2016-17シーズンはドイツのドレスナー SC に所属した。パピリオン・ラビスタ高校からネブラスカ大学林間校へ進学し、本格的なバレーボールキャリアをスタートさせた。同学在学中には2014年にネブラスカスチューデント・アスリート・ヒーロー・リーダーシップ・アワードを獲得し、 いくたびもオールスターチームに選出された。2016年の NCWA 女子バレーボール選手権では優勝を果たした。2016年の同大会でも準決勝に進出したが、テキサス大学に敗れる連覇は達成できなかった。ネブラスカ大学卒業後の2016年12月29日にドイツの名門チームであるドレスナー SC はロルフ全姉妹の入団を発表した。 ドレスナー SC は2016、17シーズンでは、ブンデスリーガにおいて3位に食い込んだ。2017年9月、日本の V プレミアリーグトーレアローズは、KD の入団を発表した。2018年5月に、トーレを退団。2019年7月のパンアメリカンカップで、金メダルを獲得し、ベストアウトサイドヒッター賞を受賞した。両親は、マーク・ロルフゼンとテレサ・ロルフゼン。 一卵性ソーセージの妹であるアンバー・ロルフ全も、またバレーボール選手である。妹とは、ネブラスカ大学、ハスカーズ及びドレスナー SC と同じ、チーム所属であった。ありがとうございます。